土曜日の13時からお送りしております徳さんのブランチ、はい、急に始まります。いやいやいや、第2回と第2回ということでね、大好評でした。第1回がいやいや、振りするぐらい反響がすごかった。すごかったです。もう師匠がずっとこうやってやってるっていう、今日のテーマはですね、徳さんニュースパイク購入も勝手にアレンジしちゃった問題、これをお届けしたいと。それは大問題。もう朝まで生討論。これです。これね、このビッカビカのねアディダスのねスパイク、これやべえ、これでいいんですよ。かっこいいでしょ。これずっとなんかショップで言ってましたよね。そうなの、欲しい欲しいって言ってようやくゲットしまして、この日も、これ実は前原スポーツで一回紹介はしたんだけども、そうっすよね、アモねこれね、こうシリコンがさ、こう塗布されてるのね、紐に。うん、だから本当に滑らないじゃん。そうなんですよ、使ってるよね、はい、本当に滑らないのよ。だからスパイク履く時とかっていうのは、まあ普通に緩めて、はい、もういつもの紐と同じだよね、うん、紐と同じですよ。それでそれを履くと着用して、ビターッと着用した後、これをピッ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 締めていくんだけど、この締めた後、そうなんですこれグッていって、ここがね密着するとあれなんだけど、うん、ここでグッと締めた後に、入った人にしか分かんない部分もあるんだけど、絶対にね、これね、解けない。そう、これすごいな。あのね、ユニフォームの腰のねとこになんかこうウレタンとかシリコン使われることあるんですけど、靴紐に使うことによってこう締め付けやっちゃったっていうね、クローズ感がすごいという。そうそう、これをね柴田で流行ってますからね、これね、うん、だからこうアディダスのスパイク買って、で本来これ白のあの布紐がバーって通ってるんだけども、うん、これを変えちゃったっていう。なるほど。そしてこっちは黒にしちゃったっていうね。これどうでんのか、これは青と黒にしちゃったっていう、うん、ちょっとこれは問題が起こってまして、うん、まあこの夏このスパイクで光り輝いていこうっていう。でさらにですね、この去年からやってる肘のサポーター、このコラボサポーター、ずっとつけてますよね。アッパルの代名詞ともいえる青迷彩のこのカラーで、開発をして、でこれ徳さんサイズいくつなんですかみたいなお話を結構いただいてたんだけども、私ね、サイズ L です。 L 肘のサイズ L です。 ML あれですか、 ML だけだったかな、うん、これは今夏場も着用しながら、うん、肘のねやっぱ負担っていうのはね、年も重ねてこうだいたい増えてきたっていう、まあ公式もね、あの潜入で、やったりして、まあ、結構視聴者の皆さん心配してくださっててさ、軟式と硬式投げて肘肩痛くないんですかって。大丈夫です、うん、ちょっと痛くなる時ありますよーっていうね。いや大丈夫です。いやいやいや大丈夫じゃん、いいんだよ。伝統に重ねて今どうすか、徳さんは。また近々ちょっとねノープロとかね、やばいですか、ビシリーグとか潜入しますからね、ビシッと硬式を投げていこうっていう、まあこれ今活用しているこれなんですけども、はい、僕ね実はその同じメーカーさんのサポーターでふくらはぎも使った。うん、ずっとやってましたよ。そうで今これまた同じ水色なんだけども、なんとんこれもコラボサポーターとしてついに販売しております。あ、販売しております。販売して、あ、もうしてるんですか。しております。おお、ついに。本当にもうありがたいというかね、もうおかしな現象が本当起きている、本当にありがとうございますっていう、うん、まあ、まあコラボっていうかね、まあ単純にメーカーさんの力ですけどね、こんな色がいいですって言っただけなんで俺は。はい、色をつけることによって、まあ今みたいなハーフパンツでね、やってたりで外で運動する時とかにもさ、うん、もうこのサポーターつければまあ一つのおしゃれということでね、これまあカラー展開も一応検討はしてますっていう話はされてました。実際この水色だけじゃなくてね、はいはいはい、黒とか黒迷彩、グレー迷彩、うん、とかその辺のね、いろんな人にこう対応できるようにしていきたいと考えてますなんて言ってやってて、でこのふくらはぎも当然肘と同じでチタンと入っていますので、とても温まる、まあ寝るまでの間つけとくだけで、うん、こう血行が良くなって疲労感が抜けていくわけよ。だんだん温熱効果があるから、チタンあるが結構効くんか。で冷え性の方とかも多分いいんじゃない、多分で結構きつめにこうグッとしっかりフォールドしてくれるから、うんうんうん、俺そういうのが好きなんだ。で試合で使って、まあ、普通にスライディングしてちょっと若干ね色が茶色、まあ、剥げてるわけではない、まあ茶色土っぽいのがついてるんだけど、全然破けないんだ、すごいなと思って。丈夫ですね、うん、オリンピックとかの競泳選手に使われる水着の生地を採用とかしてるから、それは大丈夫だね、うん、縫製がちゃんとしてる、そう縫製もきっちりしてるし、うん、これとてもいいですよ。このサポーター
はやっぱすごく重要だと思ってて、うん、特にまあ草野球選手層というかさ、うん、やっぱこう疲れを平日に残さないっていうのもそうだし、あとは若い選手とかもあのやっぱね、今うちのゾエとか、はいはいはい、タケちゃんとか、うん、あ若い選手、若くないでしょ、まあ、彼はそうなの、もう若くないでしょ、うん、けど俺らが出会った頃は若かったって、あの時あいつらは何もそういう疲れたとか、うん、サポーターするとか言ってなかったんだよ、うん、けど最近やっぱね、うん、2年3年4年経ってって足疲れ取れねえなとか、あ言ってますか、肘の張りがとかやっぱ言うわけよこちらの世界来てる。だからでもそれって俺もそうだったけど、うん、若い頃から、うん、そういうことしてこなかったでしょって話なのよ。確かにね、改めてちょっとお届けしたいなっていう思いを今思ってます。サポーターさんね、サポーターもそうですよね、うん、やる疲れる前にこうつけとこうっていう、いや、まあ、怪我もそうですけどね、うん、疲れた後怪我する前に怪我した後につけたってしょうがないのしょうがないので、あと靴下、実は最近まあ、2種類あるうちの1種類はその、はい、ジューシーソックスっていう、ああ履いてるやつですね、まあ、前のめりになる、はいはい、と履くだけで嘘つけと思ったんだけどもでもあれとてもいいです、うん、で試合で使う用 の, この長いやつと、であとこの短い、まあ普通の短いのもあるんですか、短ユーズでも使える短いやつを結構最近履いてて、で大体こう IWA でトレーニングとかまあ、撮影とか走ったりとか、はい、そういう時にはこう履いてたりとか、まあ、最近なんか暑すぎるからね、それを履いてロングパンツで試合に挑むとか、細かいとこだけどちょっとこだわりが強くなってきたかな俺は。暑いからもう多分ショートのソックスこれ、うん、ロングパンツでいいでしょうね。そう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 、十分十分、そういった僕は常にあったかいのつけてますけどなんでなのあれは。もうこれつけて靴下の重心ソックス履いて、うん、あったかいやつ履いてますから。あ、お前も重心履いてる。重心履いてます。もう30層じゃん。30層で、まあ、血流マックスね、皆さんぜひこれ多分もうどこだと、どこかスポーツショップとか量販店とかで置かれてるはずですね。で肘のサポーターも含めてぜひ一度検討してみてください。これは本当におすすめでございます。じゃあそれでは徳さんのブランチ本日は以上となります、はい、また来週の13時にお会いしましょう、うん、この後18時半から面白いやつ出しまーす必死見てください、そっちもそっちもです確かに